ノルウェーは世界で一番電気自動車比率が高い、 90% を超えたね。それでね、これはね、まもなくね、もうノルウェーはね、これやめますよ。スウェーデンもちょっと似てるんです。でこれはね、どこがやってるかって、これ背景は中国です。背景は中国です。この電気自動車の販売の背景に中国がいたということ。そういうことです。日本には資源がないって、全然そうじゃない。もう今資源っていうのはね、供給過多なんです、石炭も石油も天然ガスも、オーストラリアはもう炭鉱山ほどあるんですね、そこにはほとんど日本の技術が行ってるんですよ、全部日本の機械、建築機械、日本の技術がないと。ですね、今日は石油とか電気自動車、そういうのは今もう相当な勢いでいろいろ事情が変わってるんで、それをちょっと説明したいというふうに思います、まずね、皆さんにものすごくね、重要なことなんですが、日本の石油ね、もう石油はもうもちろんガソリン使えますし、化学燃料にも使えますしね、最近では電力少し減りましたけど、それでもエネルギーの中核を成してますよ、それがですね、実はすごい状態で、ちょっと考えられないんですけど、サウジアラビアが 34%、アラブ首長国連邦が 33%、カタール、クウェートと、で今、ロシアから入ってませんから、ほとんど 90% 以上がですね、中東なんですよ。で、まあ、シェールオイル、シェールオイルっていうのは、今のは地表のオイルなんですよ。例えば中東のオイルっていうのは全部地表、これはね、僕の計算では大体あと400年ぐらいでなくなる。なんで地表の石油がなくなるかというと、もともと石油っていうのは生物の死骸だから、大体3000メートルぐらいのところにあるんですよ。その3000メートルぐらいのところにあるけど、石油の比重は 1.2 だから、だから岩石 2.2 だから比重が、岩石に割れ目があったり、地殻が変動するとビューッと上がってくるわけです、ビューッと上がってきたやつにこうシェールの形のあるところに溜まったやつが今の石油なんです、でこれはまあ貯蔵量に限界があって、石油の貯蔵量に限界があるんですけど、下のこの3000メートルのところのオイルっていうのは、これはまあ生物がもう何十億年って作ってるから、これは大体まあどんな少なくとも4000年、そんなあるんですか。理論計算しますと600万年から2000万年、そんなあるんですか。そうです、理論計算では。これ学生に僕はよく名古屋大学の時させたんですけど、地球の歴史からずっと計算しますと、まあどんなに見てもなんか1000万年ぐらいの答えが出てくるんですね。だからそれはいっぱいあるんですよ、特に開発途上国結構多いんです、一番例えばいいのはアルゼンチンなんです、アルゼンチンなんかね、3分の1ぐらいがシェール層なんですよ、ああそうなんですか。ところがね、アルゼンチンは全く掘削できません、3000メートルに杭打ってっていうのはね、それで圧搾空気入れて、それでそこからスチーム入れて、それから組み上げると、変わるからまたこう進行するっていうのはね、そういうやつを作んなきゃいけない。日本だったら三菱重工とか日立とかありますから、できるんですよ、これはね、オーストラリアね、オーストラリアはもう炭鉱山ほどあるんですね、そこにはほとんど日本の技術が行ってるんですよ、例えば川崎重工とか、それから小松製作所、小松のトラックなんかね、ものすごい評判いいんですよ。僕はオーストラリアのね、炭鉱を見に行った、何回か行くんですけど、資源学者だったから、それで行くとね、大体あそこの炭鉱なんかはね、ものすごくでっかいんですよ、オーストラリアは国がでかいから、日本じゃ想像できないけど、ボーエンっていう炭鉱があるんですよね、そのボーエンっていう炭鉱は皆さんが知ってるブリスベンからちょっと飛行機で1時間ぐらい行ったところですけど、そのボーエンの炭鉱なんかね、幅が50キロ、長さ1000キロ、ということは神奈川県ぐらいの幅の東京から下関まで全部炭鉱なの。これね、全部露天掘り。で、露天掘りで僕ちょっと200キロぐらい行ってみたの。ずーっと炭鉱ですよ。だけど炭鉱って言ったって今も掘り始めたばっかだから、まだ50年ぐらいしか掘ってない。あと950年とか1000年とかあるんです、だから日本にいると資源がなくなるように思うけど、オーストラリアまで行くとね、もう全然、それでね、まずね、氷土があるんですよ、露天掘りってあって氷土があるんです、表面に土が、でこの氷土の除去ってのはね、やっぱこれ日本の建築機械なんです。そうなんだ。氷土ってのは非常に難しくて、石炭だったらば掘ったもんだけ金がになるじゃないですか、だから氷土は泥だから土だから、掘ってる間金にならないんですよ、だからいかに氷土をうまく除くかってことも経営的に重要なんですよ、全部日本の機械、建築機械、それからトラックは小松、なんで小松がいいかってね、向こうの役員とね話したらね、もうとにかくセンサーがね300つった感じがするんだけど、その時こう英語でこう話してるかよくわかんないんだ、300個ついててね、
それでタイヤからオイルからエンジンの性能から全部、あそこの小松に、石川県の小松にね、送られてるんです。それでもちょっとおかしいと技術者が来て、事前に直すと。だから小松さえいればね、もう全くいいって言うんですよ。で、今度ね、その小松のトラックがダーッと行ってね、それ40トントラックででっかいやつだけど、それが行って、貨車のとこ行って、そうするとね、今度ね、川崎重工が出てきてね、シャベルでね、こうやるんですよ。このシャベルがね、日本製シャベルだから、性能いいでしょ。トラックも傷つけないで、シューッと持っていくんですよ。でこう、石炭ね、積むんです。それは記者がずっと行って、港に行って、港には中国の船と日本の船がいるんですけど、彼らの言うことによると値段は中国の方が高く買ってくれるけど、日本の技術がないともう石炭も掘れないから、同じように出してますって、技術があるとね、なるほどね、来るんですよ。だから例えばアルゼンチンと日本とで協定結んで、政府間で協定結んで、アルゼンチンのシェールオイルの開発をやって、日本の企業がね、重工とか、それで半分半分もらうと、そういうことやればこれね、打破できるんですよ。だから石油ショックの時にこれが問題になった、あれから40年経ってる、経ってるにもかかわらずまだこうなんですよ。だからやっぱこれね、産学がちゃんと協定して、それで日本の技術を使って、それで、ね、よくね、あんまりエネルギー知らない人が、日本には資源がないって、全然そうじゃない、もう今資源っていうのはね、供給型なんですよ、はいはいはい、石炭も石油も天然ガスも、だから技術を持ってるところには必ず来るんです。あ、なるほど。だから技術者が必要だってことです。あ、さっきのオーストラリアのケースじゃないけど、そうなんです。ただちょっと言っていいですか、はい、こうなってしまったっていうのはやっぱりこれ戦略性がなかったということなんですか。全然なかった。その場しのぎだったっていうこと。その場しのぎもひどくてね、もうみんなどっか中東は我々と親日でしょ、だからよくやってくれるんですよ、だそれはいいと。だからその結果こうなっちゃった、つまりちょっとだけ中東に行ってなんかアラビアンナイトかなんかで楽しんで酒飲んで女性踊ってるの見て、なんで楽しんでて、それで固定しちゃったんですよ。あ、なるほど。だから中東には感謝しないよね、中東が日本をちゃんとしてくれたから。だけど、日本側から見ればやっぱり中東に何かあった時に困っちゃうんですよ。この前沖縄でね、今年は台風があって1週間ぐらい発電できなくて、もうコンビニ全部なくなっちゃったり、冷蔵庫も使えない、家庭の冷蔵庫も、そうなるからね、やっぱり現代っていうのは電気でみんな動くし、トラック輸送で動くから、まあ、こうやったらセキュリティでちゃんとやってもらわなきゃね。あ、それから次急ぎましょう、次はこれです。これは EV ですね、これノルウェー、ノルウェーは世界で一番電気自動車比率が高い、 90% を超えた、ね、超えたけど今はもうみんなが呆れてやらなくなった。やらなくなったんですか。そうそう、そこをちょっと説明しますね。ね、ディーゼルで走る普通のゴルフ、ゴルフってのはフォルクスワーゲンの車ですね。でこれが電気自動車のゴルフ。それでこれドルで書いてありますから、ちょっとドルで説明します。まあこれ250万ぐらいと思ったらいいんですけど、この本体価格、ゴルフは普通に$22,510で買える。ね。電気自動車のゴルフは$33,730出さないといけない、$11,000、だからだいたい150万ぐらい差がある、だからみんなこっち買う、それを自動車税、重量税、消費税を全部ゼロにしてこっちを売ってきた、したらどういうことになったかって、税金がなくなって道路を作れなくなったんですよ。公安の補助もできなくなっちゃった。これで、そう、もう一つあるのはね、これもっとひどくてね、もっとひどいんですよ、ノルウェー。これノルウェーですよ、輸出の 64% が石油なんですよ、ね、で石油を他国に売ってここで CO2 出してるんですよ、ね、売った分だけ CO2 だから、でこの金を使って EV を買ってるんですよ、ノルウェー人って。そうするとね、何やってんのって、EV は CO2 出さないって言うんですよ、ね、なるほどね。外国に CO2 を出して、ね、ほとんどノルウェーにはね、自動車会社がないんです、はいはい、全部買わなきゃいけない、で輸出して CO2 を他国で出して、その分で EV 買って、俺たち CO2 出してないって威張ってんですよ。すごい矛盾ですね、なんだこれはって。それでこの頃やっとね、ノルウェーもね、もう今年からやめようと、これやめた方がいいと。バカらしい。だって他国に CO2 出してその代金で EV 買って、俺たちは出してないと、ってそれ税金が来ないってね、一体何やってるか分からないと、ね、それでね、これはね、まもなくね、もうノルウェーはね、これやめますよ。スウェーデンもちょっと似てるんです、でこれはね、どこがやってるかって、
フォルクスワーゲンなんかドイツだと思うけど、はい、これ背景は中国ですから、うん、背景は中国です、うん、だから中国がうんと出資してこういうシステムをやってるわけですよ、うん、で日本をやっつけようとしてるわけですよ、うん、だから皆さんねよく分かってくださいね、あの北欧がね好きな人もいるんですよ日本人で、だけどね、はいはいはい、これはさすがね、うん、ノルウェーの首都のねオスロ、うん、オスロの確か副首相か首相ぐらいがね、うん、いくらなんでも変だろうと、うん、これじゃあねノルウェーはバカにされるって、うん、こんなことやって、はいはい、今ね実は北海油田掘り出してからね、だいたい1970年ぐらいから北海油田を掘り出して、それで今北海油田が順調なんでノルウェーの GDP の 10% が石油なんですよ、もう石油産業なんです、ですからまあ昔はノルウェーって言ったらねサーモン、はいはい、鮭を買うとかさ、はい、水産国だったから全然今は違って、もうあの輸出見たら分かる 64% ね石油なんだから、だからもう石油が販売会社になっちゃった、国になっちゃった。これ一点先の、ね、お話の、はいはい、質問なんですけども、はい、その背景に中国がいるってことはこの電気自動車の販売の背景に中国がいたってこと。そういうことです。ドイツはねどっちかというともう中国にかなりもう自動車産業カバーされちゃってるんですよ、うん、それで日本のトヨタとホンダに打撃を与えるために EV やってる、うん、だから日本の政治家で EV を推してる人ってね、うん、なんか怪しいなと思ってるわけ、うんうん、これはまあジャーナリストと警察の問題ですから僕知らないけど、うん、そういうことですね、うん、でせっかく用意しましたからもう一つ最後、あこれもあのねだからこの頃石油に関することとかそういう電気自動車に関すること